初めて来たけど、何かあるっていうわけじゃないか。まあ多分目的があったら来るだろう。宇宙国家について学びました。ちょっと待って、いやー、ちょっとスロットレベルアップさせよっかな。せめて中期効果解除しておくか。よし、これでまあまあ大丈夫だ。ここ何かあるのかな。まあクレーンまでちょっとできるまで時間あるし、探索するか。なんか後々馬とか乗り物とか解放されるだろうか。あれはなんだ。おお、リザードマンはおそらく好戦的だな。やめておこう、近づくのはね。イベントはおそらくもうあまりないから、黙々とやっていくのが先になるかな。確認？ああ、確認ってそれだけか。さあ、ゴミでも回収して回りましょうか。でね、これは何だろうね。ただ置いてあるの？ん？クリーンアップ。ああ、紙かなんか置いてあったのか、そこに。これはただの休憩室か。お、宝箱発見。お金？ボタル石。なんかすごいもん発見したね。お、ベアリングを一つか。遅いな。銅はもうセットできている。まあ、銅の棒はあと一つか。残念ながら、今の段階では難しいかな。で、オートフィールで入れといて。リサイクルはあとどのくらいだ？1分45秒。漫画なぁ。まだまだやって、体力的にできるからなぁ。いや、吊り橋でいろいろ、良質なクズは壊せないんだな。いやぁ、今日は普通に依頼を こなしただけだったな。まあ、お金がちょっと手に入ったので、バッグもレベルアップされましたけど、854か。最大22、あと開けることができるのか。まあ、普通に今日も寝ていきましょうか。あ、お、いい感じだね。お、ベアリングを3つゲットした。もうちょっと待っておくか。もうベアリング先にセットしておくか。いやー、意外と長かったね。情報の依頼は何だ？この先に何かあるね。お、釣りのイベントとかなんか？お、釣り竿くれるんかな？この老人、老人。ああ。連打。お、何？機械？おや、あんただったのか、大声出してる。ごめん。ヨボヨボの、まあ、大丈夫って言っとくか。あんたが怒りっぽくなくてよかったよ。
ねえ、あんたって見かけによらずタフだね。あんたがいなかったら、あのデカブツに引っ張られちゃうところだった。サンドフィッシュ釣りはやったことある？自然と真正面から戦えば、誰が勝つなんかわからないでしょ。おう。言っとくけど、こういうの好きよ。おう。あんた、さては都会っ子だね。大自然を怖がらなくていいさ。砂漠は探索されるのを待ってる。それにたくさんのサンドフィッシュだって釣られるのを待ってるんだから。始めるのに必要な道具を置いとくね。心配しないで、まだたくさん持ってるから。ハンドカーブ？さて、そろそろじいさんに何が起きたのか確かめに行かないと。見つかって耳元で怒鳴られる前にね。それも長い間。サンドカーブ？何それ。サンドフィッシュ。罠を持ってる必要がありまして、まだ謎だらけだね。あ、じゃあということで30秒経ったであろうから、次は洞窟を分解してもらいましょうか。お、ベアリングが余計に入ったね。オートフィールしておくか。いやー、もうちょっとで完成か。長かったね。サンドカープ、道具かな。ベーシックな革とか、どうや、ああ、なんか研磨剤みたいなもんか。でやったらいいのか。あ、できないわ。塩が必要。あ、塩なんて持ってないしな。お、初めて10銭。会ったことあったっけ。サンドロック駅の車掌。おお。サンドロックへようこそ。あれ、最初に会う人だった、もしかして。以前は毎日何本もの電車が通っていたが、今では1日に1本来るかどうかになってしまったよ。あまりには暇にあったので、私はコンガラのラインダンスを始めたの。何かを思い出すような気がするのだ。失礼、ジャスミン。ジャスミンには毎日話しかけられそうだな。超高そびる。この世界にそんなものがあるのか。お、来た来た、どうの、延べを。あれ？どうの延べを全てそうとして。ん？何？銅の棒とかなんか違うの？銅の棒？ん？あ、こっちか。え？銅の延べ棒とは違うの？こっちは木の棒しか作れないしね。そうなんだ。こっちのことか。で、データディスクは6枚手に入ったけど、5枚でよかったっけ？博物館に納品するためには。で、ここに入って、おお、香取さん。今一瞬引いてなかった。おばさんが老人になる前に最後の光を放とうとしてるって感じだ。音楽はでかいよ。え、ああ、できるできる。魚の化石ゲット。で、これで、過去の断片。いい感じの遺物だね。博物に飾っておこう。頑張ってくれ方。くれたことへのお礼を渡すね。今後もっと多くの異物のかけらが出てくるといいな。
全部集めれば復元マシンで遺物を復元できるんだ。その遺物を博物館に展示すれば寄付者には結構な報酬が受け取れるんだよ。寄付した？持ち物で、おそらく寄付したね。どこに飾られてんだ。すごいね、なんか音が間違ってる感じが否めないけど。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではDM実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。